結婚してめでたーいって思ってたら、なんじゃこりゃー、めっちゃバズってる。ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうも新婚ヒカキンです。改めまして、私ヒカキン、2024年1月1日に30代の一般女性と結婚しました。で、結婚報告のね、動画も本当にたくさんの祝福コメント、反響いただきまして、皆さんコメントやグッドボタン本当にありがとうございます。本当に信じられないくらい祝福の声をいただいたんですが、実はですね、そういう祝福以外にもこんな記事が X でバズってたんです。それがこちら、うん、ツイッター速報、ブレイキングニュース、ヒカキン一般人と結婚しました、お前も一般人だろと X で突っ込まれまくる、結婚に批判殺到、てん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 。そこー、そこあれね、まず一つ訂正しておきたいんですけど、ちっちゃいことなんだけど、このなんか、まずこれめちゃめちゃバズってるんですけど、そう、この記事では、ヒカキン一般人と結婚しました、お前も一般人だろってこれ書いてあるんですけど、僕は、あの、結婚報告の動画では、こう言ってます。この度、私ヒカキン、30代の一般女性と、結婚しましたー！改めまして、この度、私ヒカキンは、30代の、一般女性の方と2024年の1月1日に入籍いたしました。はい、あの、一般女性とと言ってますね。なんか一般人とっていう、なんかちょっと違うじゃん。はい、そこがまずちょっと違うからねっていうことをまず一つ言いたい。まあ、ただね、なんかこう、僕が一般女性と結婚しましたと言って気分が害されてしまったという方がいるみたいなので、そこは気分を害された皆様、申し訳ありません。ただ、今回思ったんですよね、このニュース見て。僕って、何人なの？まずね、確かに自分でも思うのは、芸能人ではない。ザ・芸能人ではないじゃないですか、どう見ても。こんな顔してるし、オーラないし。でも、反撃タイムね、反撃タイム。あの、ヒカキン TV、このヒカキン TV、現在、チャンネル登録者数、1245万人は超えてますね。反撃2、外歩いたら10メートルぐらいで、ヒカキンよ！ヒカキンよ！ってなるよ。なるよ。反撃3。エアロスミスと、アリアナ・グランデと、コラボしてるよ。全力の反撃。こういうこと言うと、また。お前また自分で有名人って言いたいんか。お前怒られちゃう。有名。ちょっとは有名。多分。自信過剰かな。でもちょっとは有名。でも確かに自分でもわかんないなって思ったんで、僕って何人？いや、だってさ、まさかこんなところでさ、バズると思わないじゃん。これ超バズってんすよ、これ。1301万インプレッションだからね。1301万人が見てる。いや、僕もね、なんかこう、結婚しましたって動画でね、バーンって出したら、いろんな声はいただくだろうなと覚悟はしていたんですよ。もちろんほら、本当にファンの皆さんは温かく祝福してくださると思ってたんですけど、やっぱりね、ほら、例えばさ、興味のとかね、そういうのいろんなお声をいただくと、いただきましたよ、そういうのもね。たださ、お前も一般人だろうって、ここでめっちゃバズるってさ、果てしなく想定外です。俺も言い訳したい。でもこれについては、僕はこれについては。うん。まあ、僕がね、今回30代の一般女性と結婚させていただきましたって言ったのは、やっぱりこう、タレントさんもそうですが、まあじゃあ、一流スポーツ選手とかね、まあ、著名人の方、有名人の方、結婚されるときに、まあ、よく X とか、その所属している事務所のページとかで手書きのメッセージみたいなのとかあるじゃないですか。そういうところになんかよく
この度私何々タレント何々は、かねてからお付き合いしていた一般女性の方と、入籍いたしましたことをここに報告させていただきますみたいなね、よくあったじゃんね。うん、あ、だから僕もそれをよく見てたので、ああ一般の方と結婚されたのだなみたいな、っていう意味で、なんかこう何も特にあまり考えずに、一番よくあるあの分かりやすいパターンを私も使わせていただいたつもりだったのですが、そこに罠があったとはね、私でも気づけませんでしたよ。いやでもな、これを見てね、ちょっとね、僕も勘違いが入ってたのかな、やっぱり。でも僕もちょっと有名なんじゃないかなっていうのを、今一度お前はまだまだやからなっていうのをちょっと気づかされるニュースではありますね。ちょっとすいません、本当に申し訳ありませんでした。本当に確かに僕もあのいろんな経験はさせていただいたんですけど、まあ心は本当にめちゃめちゃ普通の人間なのと、まあ22歳までねスーパーで働いてましたし、今も正直やっぱりね、本当のほらすごいタレントさんと会うとさ、うっぷ本物だーって、もう完全これもう超まあ、間違いなく芸能人ではないんですけど、ですけど、はい、反撃4、言い訳4、でも、まあ、僕はね、でもね、うん、逃走中、うん、6回は出てる、うん、で、1回逃走成功してます。はい。特番、大特番、元日スペシャル、うん、逃走成功してます。はい。あとは、サスケ出てます、サスケ。サスケも2回出てます。2回。ドラゴングライダーまで行ってます。ドラゴングライダーにちょっと手かすって落ちました。はい、山田勝美さんのライバルではあります。はい。あと、エムステも出てます。はい。エムステも兄貴と一緒に出て、エムステスーパーライブ。はい。何回も出てます。はい。映画も4本出てます。映画4本出てます。はい。CM も結構出てます。はい。言い訳が止まんない。反撃が止まんない。すいません。反撃。全力の反撃。まあいいや。もう記事見ていきますか。すいませんね。この反撃。つい反撃しちゃいました。すいません。記事見ていきましょう。ブーンブーン。なんか、いくつか記事あるんすよね。これちゃんと見てないから、僕も初めて見るんで怖いんすけど、いきますよ。ああ、怖い。困っちゃってるでしょ、もう。これビビりすぎて、もう僕も。すいません、みたいな。ことの発端となるツイートはこれかな。あ、あった。ちゃんとまとめられてる、これすごいな。ヒカキン一般人と結婚って、ヒカキンとか YouTuber も一般人じゃないの？あら、なるほど。次、ヒカキンが一般人と結婚って、ヒカキンも一般人やん。一般人と一般人の結婚やん。それとももしかして私が知らないだけで、ヒカキンって芸能人とかになったん？マジか。なるほど。次一般人が一般人と結婚しました、高度なギャグですね。次、ヒカキン一般女性と結婚って言うけど、ヒカキンも一般人やろ。ちゃんと一般女性って言ってくれてますね。いい人だな。ヒカキンの結婚って一般女性って言うけど、お前も一般人やんけって突っ込みたくなった。というか、この表記いらねえと思うんだよな。まあなるほどね。そう、でも僕もね、本当は何も言わなくていいんだったら、どこのどんな人とかも何も言わなくてもいいのかなっていうのは正直思ってたんですけど、やっぱり僕はたくさんのファンの方に見ていただくから、多少さ、どういう方なのかっていうのを言いたくて言っちゃったんですよね。え？はい。ヒカキンが一般人女性と結婚って報道なんやねん。ヒカキンも一般人やろがい。ヒカキンも一般人やろがい。防音室、欲しすぎる定期、防音室いいっすよね。うちの兄貴もね、欲しがってます、防音室。まあいいや。はい。で、これに対して書かれてんのかな、これ。なんか、あれだな。ちょっと優しい感じだな。一応芸能事務所入ってるガチガチのプロやぞ。いやー、ガチガチではないですけど、すいません。ただの嫉妬だろ。ヒカキンが一般人は無理あるわ。あら。あとね、これツイートのこの下の返信もあるんだよね。どう考えても一般人じゃないだろ、笑っていう人もいれば、芸能人とか有名人とか一般人、境目ってなんだろう、誰もわかんない、これは。お、あくまで個人的ですが、芸能人イコールテレビとかに出る人、有名人何かしらで多くの人に認知される人、一般人それ以外の人って感じだと思っています。まあ単純に考えたらなので、確かに難しい判断だと思います。確かに境目はほぼない気がする。グラデーションじゃないかな。うわぁ。どこにいるかな、グラデーションのどこにいるかな、これ。職業としては芸人になるのでは、芸人ではないです。
原因ではないです。そう、あとこれはね、僕も一理あると思う。ヒカキンさんがどんな人と結婚したかの報告なんだから、ヒカキンさんが一般人か芸能人かは関係なくね。ちょっとそれ思うな。うん、ちょっとそれ思う。どうでもいい、こう悲しんでるわ。もうどうでもいい、無駄なことに時間使っちゃったなって感じか。どうでもいい。ああ、やっぱりヒカキン調子乗ってんな。すいません。ああ、一般人の対義語ってどれ？有名人、著名人、芸能人。ヒカキンって割とどれにも当てはまると思うけど、どうなのかな。どれでもいける、どれでもいける。お、ちょっとこれ、これ投票ではなんか僕は一般人じゃないということになってますね。あら、あ、でもそうだな。でも何個かあるんですけど、14% の人はヒカキンイコール一般人っていうことになってますので、分かった、あ、分かった、これ分かっちゃったわ。分かった、僕が今後目指すところが分かりました。確かに芸能人の方がキラキラしてて、芸能人にもなりたくて東京に来たっていうのもあるんですけど、分かりました、今分かった。僕これ、僕が今後目指すのは最強の一般人。格闘技みたいになってる。違う、そう、最強の一般人目指そうかな俺、マジで。ああ、そう、いや、これ代弁してくれてるな。これ、 YouTuber ではなく芸能人でもない人と結婚しましたを簡潔に説明するには、一般人って言うんが一番早く伝わるんよ。と、友達になります、友達になります。いやー、こそ一応そう思っちゃったんですよね、僕もね。そう、だから僕も表には出てない方でとかも言えたんですよね、正直。それもちょっとだけ考えたんですけど、少し変わってるかなと思って、逆にどういう人って なっちゃうかなと思って、まあそのまま言っちゃったんですよね。日本一有名な一般人って言われたらギリ納得はできる。ほら、あ、これ間違ってないかもしれない。あ、そっか、だから最強な一般人じゃなくて、日本一有名な一般人を目指せばいいんだな。そう、これを言いたかった。日本一有名な一般人やってますヒカキンです。これだ。はい、というわけで自分の中ではね、結論が出ましたね。僕は日本一有名な有名人を目指しますっていう、決意表明になりました。はい。でもアンケートでもあったんですけどね、85% ぐらいの人はなんかヒカキンは有名だって、ね、言ってくれてはいたんですけど、 14% の人はいや、そうは思わないっていうことも書かれてたので、皆さんヒカキンは何人ですか？コメントお待ちしております。本当に思うやつ書いてください、ぜひ。何人って、まあ人って書かなくてもいいですけどね、近所の兄ちゃんみたいな人でもいいですし、はい、ラーメン屋でもいいですし。ヒカキンイコール何か書いてもらえたらこれ嬉しいですね。僕もだからね、まあいつも、まあ肩書きというか職業 YouTuber とかね、 YouTube クリエイター、動画クリエイターとか、そういうことはよくインタビューとかでも言ってるんですけど、ヒカキンってどんな風に見られてるのか、これは知る機会になるなと思うので、ぜひコメントお待ちしております。はい、変な動画になりました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして私ヒカキン X、 インスタグラム、 TikTok、 スレッズなど SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。ヒカキンはチョキを出しました。ブワーイ。登録